あの遠野真心ネットの西岡さん、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。大分出身で。大分出身で、はい。あれ何月でしたっけ？9月の頭だ。そうですね。9月の頭。はい、西岡さんは、はい、どうしてこっちに入ってきたんですか？個人ボランティア。個人ボランティアで。そうですね。受け何かしなきゃって大分 で、はい。そうです。大分で探して、うん、で遠野がヒットして、そうですそうです、遠野に入って、はい、でそれからこの山の向こうの真心広場にね、はい、でカフェをやられて、はい、ずっとずっとあのカフェだと。そうですね、真心広場、最初は大津市の瓦礫で入って、はいはい、でその後受付業務をやって、はい、6月中旬からですね、ずっと6月中旬から、はい、なるほど。7ヶ月って言ってましたね。はい、7ヶ月ですね。今日大分に、はい、今日大分に向けて帰ります。これもなんか運命だよ。そうですね、そうですね、はい、お疲れ様でした。いえいえ。どうでした？腰がざわついて遠野に入って、はい、7ヶ月もうずっとこっちですか？あ、ずっとそうです。こっちやりきった感とか、こうまだまだやれてない感とか、なんか気持ちの中に何かいろいろあると思うんですけど、一言で言うと、どのぐらい、どんな7ヶ月間でしたか？毎日忙しい7ヶ月間でしたね。本当に一番感じているのは、やっぱり被災地と被災地でない、まあ、応援してくださる方々、皆様いらっしゃるんですけども、やっぱりその温度差も感じますね。その応援の仕方というか、いまだに何でしょう、古い医療も送ってこられてますし、もう 今ね、現地はもうそういう状況じゃないです。なるほどね、はい、今何が一番欲しいんでしょうね。今は何でしょうね。何が一番欲しいんでしょうね。やっぱり仕事ですかね。仕事ね。生活の元になる仕事ですね。仕事ね、うん、まだ今皆様、こちらの方、あの失業保険等がまだ出てる状況ですが、もう多分来年あたり、来年1月3月でもうほぼね、ほぼ切れてしまいますので、うん、皆さんどういう感じなんですか、その仕事。まあ、それまでは、はい、まあ、失業保険もらおうか、そう、うん、まあそういう感じですね。まあね、はい、なんかガレッテックのアルバイトしても、はいはい、バレちゃったら大変だしっていう感じですね。でそれが終わったら、でも急遽あれですね、職探しモードですよね。そうですね、そうなると思います。何ができるんでしょう、日本の人たち、そしてあの我々、あのそれに向けてどうなんですか。そうですね、大津に関しましては震災前、就業人口の3分の2が水産業に関係する仕事に就いてましたので、はい、3分の2ね、うん、やっぱり大津には漁業ですね、うん、漁業の復活しかないですね。港はどうなんですか。あの時も全然だったじゃないですか。今もほとんど変わってない状況です。まだ漁に多分出てないんじゃないですか、ね、船が集まってきたりとか、なんかシェアリングとか、なんか全然ないですか。ない、まだ出てない状態ですね、多分大津は。なるほど、そうですか。出てんのかな、今大津は。大津から漁業はどうですか、船。あ、どうなんですかね。この前イカもらったじゃん、はい、あれは出てた。出てました。こっちの大津の、ああもう上がってんだ、はい、じゃあ漁港から鮭とイカをいただいたんで。鮭とイカ、ちょっとは出てるんだ。ちょっとは出てるんだ、はい、今ね、うん、そっかそっかそっか。そっか、あとなんかこう助けたい人、全国の助けたい人、はい、分かんないんですよ、やっぱりですよね。何現地に7ヶ月いた西岡さんから、うん、一言なんか。そうですね、やっぱり再活するにはやっぱり食ですね。食、やっぱり食、うん、やっぱり収入源ですね、うん、皆さんがやる気を持って働ける場所ですね、うん、それがないとやっぱことはないと思います。なるほど、はい、じゃあみんなで、あの現地の人たちの食低収入ですね、そうですね、はい、を、どうやって確保するかというと、はい、日本のみんなで、そうですね、まあ、特に大津というここね、すごくやられたところですよ、ね、そうですね、はい、あのもう本当に港に行くとですね、何もないです。何もないです。何もないところにいきなり仮設住宅がたくさんあるっていう、まあよりも珍しい場所ですね。もうこれ以上向こうは本当に何もない状態ですからね。そうですね。じゃあ西岡さん、はい、7ヶ月、はい、ご苦労様でした、はい、大分でよろしく、はい、よろしくです、はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。遠野真心ネットの西岡さんでした、はい。